タノンチラ駅は、太陽国東北部地方、ナコーンラーチャシーマー県ムアンナコーンラーチャシーマー郡に、ある、大国有鉄道東北本線の駅である。ナコーンラーチャシーマー駅と共に、ナコーンラーチャシーマー市街地中心部近くに位置する。ナコーンラーチャシーマー駅が新市街側にあるのに対し、当駅は、上角都市だった、旧市街地区に隣接している。そのため、 ナコンラーチャシーマ駅同様、利用者が多い。大国鉄東北本線は、東駅でノーンカーイ方面に向かう本線から、ウボンラーチャターニー方面に向かう支線が分岐する。それぞれの終着地は大きく離れているが、案内上の便宜的な路線名は特に分けられておらず、東北本線として一括した路線名となっている。当駅は、 東北本線各分岐線の幹線列車や、それらに相互に接続するローカル列車も発着し、多くのホームと着発線を置く構内を有する。貨物の取扱いも行っており、トランスファークレーン等を備えた貨物取扱い施設がある。一駅下り方のバーン公駅とともに、国際会場コンテナを含む、コラート地方発着貨物の鉄道輸送を担っている。 東北本線は、万国方より東駅までが、列車集中制御装置により、自動信号化されており、東駅伊東及び伊北はいずれも、通標閉塞方式となっているため、東駅は異なる、信号方式の境界をなす駅でもある。1922年5月1日に、ナコンラ・チャシーマ駅ターチャン駅が開業し、この時点では、中間駅であった。 7年後の1929年5月1日に、ノーンカー愛線が当駅より分岐し、農園ン,ン駅まで開業したことにより、当駅は分岐駅となった。単式及び、島式2面の複合型ホーム3面3線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。藤井真嗣、歩いて楽しむ一国の街並み対散歩 P142、掲載の校内写真による。 岡本和幸、対鉄道旅行 P131、ありがとうございます。